はい、こんにちは、重工部のフラッシュです。今日はですね、先日ご紹介したあのハンモック、新しいハンモックですね、レンザイさんのハンモックの固定方法について、ちょっと私がご紹介した時に、まあ、今一つ固定方法が良くないですねっていう話だったんですけど、いい方法を思いついたのでご紹介したいなと思いました。あのプルジックっていう方法を使って固定をすると、あのロープの固定方法が調節ができないんですよね、長さの調節が。そこが良くないということだったんですけども、プルジックっていうのは、ちょっとこちらをご覧いただき、まあ、こういうロープをね、一本用意して、まあ、輪っかを作るんですね。まあ、こちら一箇所、さらに反対側もう一箇所、こんな風にね、縛って、これ輪っかになるじゃないですか。もうこれは両側で締めてるので、どれだけ引っ張っても外れないですね。外れない輪っかができました。この輪っかを1個作っておけば、そのプルージックっていうのは簡単にできるので、ご紹介しましょう。ちょっとね、実際に力がかかるところでご紹介したいと思います。まあ、ちょうどね、いい柱になるものがないので、ここのちょっと手すりをね、使ってやろうと思うんですけど、例えばこういうことですの、まあ、この手すりをね、この手すりをこう木と見立てた場合、この輪っかの中にこうやって通して引っ張るだけ、これが今の方法なんですよ。なので現在はノーマルの状態だと、ここしか引っ掛けるとこないですよね。ハンモックを引っ掛けるところが、こういうところに引っ掛けることができないわけです。なのでこう微妙な調節ができないじゃないですか。微妙な調節がね、それができるようにする方法をちょっとお教えします。先ほど ご紹介した通り、この輪っかを使ってプルージックっていうのね、まあ、参考になるリンクをねちょっと貼っておきますけども、これプルジックっていうのを作ろうと思います。この部分にこう動かせる留め具の代わりにね、動かせるこう固定方法ですね。こうやってやります。まず輪っかを使ってこんな感じですね。こんな感じ、結び目をこちら側にしておいたら、この中に1回通すね、さらにもう1回、合計3回通します、ね、さらにもう一度3回通してやります。3回通すとね、で、少しずつ徐々に絞ってやると、これあんまり絞り方を、ね、雑にやらない方がいいです。丁寧にね絞ってやるとですね、こういう形ですね。こういう形、はい、まあ、こんな形ですね。30、30、30で66本ラインがこういうふうに見えてきますよね。これがねプルジックっていう状態です。プルジック、この状態だと こちらに引っ張っても緩まない、あ、引っ張ってもずれないですよね。ずれないです。ただし動かすときはここの結び目を持てば自由にこう動かすことができる、ね、こういうふうに動かすことができるですね。で、ある程度ところで決まったら、ここでグッと引っ張ってってやれば、これはプルジック効いてる状態ですね。これ両方効きますね。プルジックというのはこちら側からやっても こちらからも効きますから、こちらからでも力がかかる状態ですね。緩めるときは、まあ、この辺を結び目を持って動かすことが自由にできると。だからハンモックの金具はここにつけるということですね。こういう形、ちょっと待って、これですね、これがハンモックのカラビナですね。カラビナはもうここにぶら下げてでやると、これでもう自由に、それこそもう数センチ単位で動かすことができますからね、はい、ぜひこれ1個、このロープの輪っかだけ1個作られるといいと思います。これね、これはもうそれこそ大した金額ではないでしょうから、ホームセンターとかでも手に入るようなねロープだと思います。プルージック、念のためもう一度やってみましょう。こういうふうに結び目をこちらにした方がいいと思います。外しやすいんです、緩めやすいんですね。いいですか、こうやって1回、2回、
さらにもう1回、3回ですね。3回通してやると。で、こう少しずつ絞ってやると、ちょっときれいにね、きれいにしてやれば、6本ラインがね、できます。こういう感じですね。こういう感じ。これでプルージング出来上がりということですね。でしょうかね。さあ、ここに先ほどのこのカラビナね、ハンモックのカラビナをこうやって引っ掛けてやると。こういうことです。こういうことです。大丈夫です。100キロや200キロで引っ張っても外れることないですね。で、緩めるときは、ここの結び目を持って自由に動かすことができるということですね。はい。いかがでしょうか。はい、というわけでですね、前回の動画でご紹介したその蓮在さんのロープですね、前をより効果的に使う方法をご紹介しました。やり方さえ分かればね、そんな難しくないです。プルージックという方法をね、一つ覚えるだけで、応用がかなり効くということですね。実はあれ、この方法っていうのは、通常そのリッジラインというね、タープを張るときにも使う方法なんですね。ちょっと一番最初に、ね、それを気がつけばよかったんですけど、補う形で、補助的にこの動画を1本作ってみました。ぜひプルージックを効果的に使ってね、やっていただければ別に今回の蓮在さん十分お勧めできる商品だと思いますので、ご活用になってください。この動画はね、その蓮在さんの、ハンモックのロープの固定方法についてご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立つ情報を、ね、お伝えしていきますので、よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。以上、重工房フラッシーでした。よさむさろー。プルージック、絶対覚えると便利ですからね。使ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。